い、こんにちは、レトスノーノです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。個別指導の値上げまであと1日となりました。今から理解学習を実践すれば、試験日までに8ヶ月間も理解学習を実践することができます。一方で、6月から理解学習を始めた場合、4ヶ月間しか理解学習を実践することができないんですね。理解学習をどれだけの期間行えたか、これが合否を決めます。今から理解学習を行えば、今年の合格も十分可能です。で、一方で、6月から理解学習を始めた場合も、合格は可能なんですけども、1日に行うべき勉強量がすごく多くなるんですよね。なので、相当辛くなるんですよ。今からであれば、毎日1時間半ぐらいの勉強で、合格レベルまで持っていくこと可能なんで、ぜひ今から理解学習を実践していただければと思います。6月からだと正直ですね、まあ、ある程度勉強している方だったら、1日2時間ぐらいの勉強で合格レベルまで持ってきますけども、あまり勉強していないってなってくると、まあ、正直1日5時間以上は勉強しないと、なかなか合格すること難しくなっちゃうんですね。で、しかもその5時間っていうのは、理解学習を5時間するってことなんで、もうその時点で丸暗記学習をやっていたら、もう間に合わないってなっちゃうんですよ。なんで、ぜひですね、もう今から理解学習を実践していただければと思います。で、個別指導では、あなたに理解学習を実践していただきますので、十分今年あなたに合格していただけます。もしあなたが今年絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらからご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。相続人 A および B が存在し、相続開始後 A が被相続人が所有していた財産の一部を売却した場合であっても、 B は相続の限定承認をすることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはこれ×ですね。そもそも限定承認っていうのは、相続人全員が共同して行う必要があるんですね。つまり言い換えると、誰か一人でも単純承認を行ったら、限定承認を行うことがもうできなくなります。そして今回の問題の A の売却行為、問題文で言うと、A が被相続人が所有していた財産の一部を売却した。この場合ですね。これっていうのは、単純承認したとみなされるんですね。つまり A が単純承認をしているわけなので、B が限定承認を行うことはできませんので、よって誤りになるということです。で、問題とは関係ないんですけれども、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に相続の放棄、また限定承認、どちらもしない場合っていうのは単純承認とみなされるので、この点も合わせて覚えておきましょう。で、問い2ですね。罰則です。公県知事免許を受けている宅建業者 A が、正当な理由なくその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、 A は公県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、100万円の罰金刑を受けることもある、丸か×かという問題です。答えはこの部分ですね。100万円の罰金刑を受けることもある、これが誤りです。今回秘密を漏らすってことは守秘義務違反ですよね。守秘義務違反をすると監督処分を受けるとともに50万以下の罰金刑にも課せられます。つまり監督処分っていうのは業務停止処分なので、まあ、この部分は正しいんですね。ただこっちですね、50万以下の罰金刑を受けることはあるけれども、100万円の罰金刑を受けることっていうのはありません。よって誤りだということです。で、この罰則については、この覚えるのすごく大変なんですよね。なので、個別指導ではこれについてどのように対応するのかもお伝えしています。効率的に勉強すれば宅建は一発で合格できますので、ぜひですね、一発合格したい方は個別指導をご検討ください。で、問い3です。2ヘクタールの用途地域内の土地について造成工事を行って青空駐車場を作る場合、開発許可は不要である、丸か×かという問題ですね。答えは丸です。つまり開発許可は不要です。開発許可が必要なのは開発行為を行う場合なんですね。で、開発行為っていうのは主として建築物の建築または工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更のことを言います。つまり建物を建てるために土地を工事する。これが開発行為なんですね。で、今回青空駐車場っていうのは建物を建てませんよね。
建物建てないってことは、開発行為に当たりません。開発行為に当たらないので、開発許可は不要だということになります。今さらっと考え方をお伝えしたんですけども、これちゃんと理解しないと解けないと思います。類題が解けない。この問題を解けたとしても、類題が解けないんですよね。だからちゃんと理解してください。開発許可が必要なのは開発行為を行う場合なんですね。で、今回の話は開発行為に当たらないから開発許可が不要なんだということです。この開発許可の要否、まあ必要か不要かを問う問題っていうのは、考え方があるんですね。まあ今もさらっとは言ったんですけども、まあもっと細かい流れがあるんですよ。考え方の流れがあるんですね。それを知ったら開発許可の要否の問題はすべて解けます。つまり、開発許可の要否っていうのは得点源になるんですね。なので、絶対解けるようにしていただきたいんですね。で、今回は無料なので、まあ、ちょっとこれ以上はお伝えできないんですけども、個別指導ではこの考え方までお伝えしています。絶対合格したいという方は、ぜひご確認いただければと思います。で、初めにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと1日となりました。今から理解学習を実践すれば、今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらからご確認いただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レドスの小野でした。